アフガニスタン共和国はアフガニスタン史上初の共和国であり、ムハンマド・ダーウード・ハーンがクーデターでアフガニスタン国王ザヒルシャーを排位して建国した。ダーウードは進歩主義で知られソビエト連邦やアメリカ合衆国から援助を受けて国を現代化しようとした。1978年4月革命と呼ばれる軍事クーデターが 共産主義者のアフガニスタン人民民主党によって起こされ、ダーウードは一家諸とも殺害された。ダーウード共和国はソ連と同盟したアフガニスタン民主共和国にとって変わられたのであった。1973年7月、アフガニスタン最後の国王ザーヒルシャーがイタリアで眼科手術と腰痛のセラピーを受けている最中、王族で 元首相のムハンマド・ダーウード・ハーンがクーデターを起こして共和国を建国した。ダーウードは10年前の1963年にザーヒル・シャーによって首相の辞任を余儀なくされた。ザーヒル・シャーは全面内戦を避けて翌月に退位した。権力を奪取したダーウードは自身の政党であるアフガニスタン国民革命党を創設、同党はすぐに アフガニスタンの政治活動の中心になった。ロヤジルガは1977年1月に新憲法を議決して一党制大統領制を採用、野党は暴力も含む弾圧を受けた。また1973年には元首相ムハンマド・ハーシム・マイワンド・ワールが政変を計画していると疑われたが、 計画が、旧王政に対するものか、新共和政に対するものかは不明である。いずれにせよ、マイワンドアールは逮捕された後、裁判の前に死亡した。獄中で自殺したとされたが、拷問で死亡したと広く信じられた。ダーウードが1973年に共和国を建国した後、アフガニスタン人民民主党は入閣した。1976年、 ダーウードは7年経済計画を立てた。彼はインドとの軍事訓練プログラムをはじめ、パフラビーアサイランとも経済発展に向けて話し合いを始めた。さらに石油で潤っていたサウジアラビア、イラク、クウェートなど中東諸国に財政援助を求めた。しかし、ダーウードの大統領期ではソビエト連邦との関係が悪化した。ダーウードが 西側諸国との関係を改善し、キューバの非同盟運動参加を批判、ソ連の軍事と経済顧問を追放したことでソ連はダーウードを危険人物と見たのであった。さらに、ダーウードが野党を弾圧したことでソ連を後ろ盾とするアフガニスタン人民民主党はクーデター以来の友から敵に回ったのであった。1978年時点で、 ダーウードは自身が定めた目標はほとんど達成できていなかった。アフガニスタンの経済は実質的には成長しておらず、生活水準も向上しなかった。さらに1977年の一党政権法も名誉を遠ざける結果となった。アフガニスタン国民が1978年までに何もしないダーウード政府に失望したのに対し、一部では、 入閣していた人民民主党党員による経済と社会改革に期待を寄せた。人民民主党ではそれまで2敗に分けて党内闘争をしていたが、この時は脆い協定で一旦和解しており、共産党を支持する軍部の一部が反政府行動を計画した。1979年に革命評議会議長に就任したハフィーズラー、アミンによると、 クーデターは1976年より計画されていたという。4月革命の翌日のカーブル。1978年、人民民主党は4月革命と呼ばれる軍事クーデターで権力を奪取した。4月27日、カーブル国際空港の軍事基地から軍が出撃して、首都カーブルの中心部に進軍した。大統領宮殿への空襲。 反乱軍が迅速に連絡船など、主な目標を占領したことにより、権力奪取は二は24時間内に完了。ダーウード一家は翌日に処刑された。人民民主党初期長ヌール、ムハンマド・タラキーが革命委員会会長に選ばれ、ダーウードに代わって国家元首、そして新生アフガニスタン民主共和国の元首に就任した。ありがとうございます。